はーい、みんなご機嫌いかが？最近暑くなってきたわね。ちょっと油断すると脇に汗じみが。もういやーん。汗でお化粧も崩れちゃうし。おめえは真冬でも、エブリデイ顔面崩壊だろ。マリちゃんきっつい。もうどんだけー。私はこの状況に、お釜主と二人きりの状況に、どんだけーだよ。ふふふ、喜んじゃって。悲しいんです。悲しい時、悲しい時、せっかく無駄で処理したのに、朝起きたらすでに生えてた時。け、高度成長期か。で、本日は何を？いやね、なんかメイク動画が女子中高生の間で人気らしくて、私もやろうかしらって、全国の乙女を応援するために。うん、本当に応援したいなら、君は黙ってるのが一番だよ。ふふふ、この動画通りにメイクして美しくなって、彼氏できました。ありがとうございます。っていう感じのコメント殺到の未来が見えるわ。大丈夫、誰も真似しないから。それじゃあ全国の乙女よ、準備はいいかしら？何の準備だ。じゃあこの夏流行りそうなメイク、伝授しちゃうわ。はーい、ではやっていきましょう。収支主の顔面がこのデカさですので、気分が悪くなった場合は、すぐにご視聴をおやめくださいませ。ごめんなさい、ちょっとミスったわ。じゃあ早速、目からね、夏ということで、ブルーがおすすめよ。なんでそうなんだ。夏と言ったら青い空、青い海じゃないの。へぇー。これで一気に大人っぽくなるわ。でも太く塗りすぎないように。目安はトカゲの尻尾程度よ。わかるか。ほら見て、どう？これだけで色気が増したと思わない？まあ、悔しいけどちょっと思った。お次はキャリーちゃん大好き。つけまね、ここは普通に黒で。あんま太いのはダメよ。細めの方が印象が良くなるわ。マジで、なんすかこの動画。あとポイントはつけすぎ NG。これぐらい間隔開けてね。てかこんな一本一本つけるつけまねっしょ。どうかしら？大人っぽいでしょ。まあ正直、ここまではそんな変ではない。お次、さらに色気アップ。口紅塗っていくわ。なんか髪地を吸われてるみたいなんですけど。そしてね、夏ってことで、燃えるような真っ赤の口紅を選ぶこと。ちょっと濃いめに、太めに塗ってオッケーよ。この唇で、男はメロメロ。メロメロの間違いだろ。ごちそうさま。あ、夏のメイクだけに。てか喋んな。こんな感じでいいかしらね。ね、簡単でしょ？あとはチークでおしまいよ。どうかしら？いや、どうって言われてもね。ここまでは全部大人の女性メイク、最後に可愛らしさを入れて、今年の夏の殿方メロメロメイク、完成よ。殿方ゲロゲロメイクね。チークは淡めのピンクで、丸く円を描くように。万が一このメイクを真似して、何か起きましても、責任は一切取れません。まずいないでしょうが、試す場合は自己責任で。おしおし、もう完成ね。でもちょっと注意、このメイクでウィなんて出かけてごらんなさい。もうナンパの嵐で困っちゃうわよ。職質の嵐の間違いだろ。はい、完成。あら、あなた可愛いわね。いやいやあなたこそ、素敵よ。あなたは、どっちが好み？どっちもねえよ。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。